君の封印用の首飾りもないんだよ。人中力の君は里の外に出るべきじゃない。それでなくても先の戦いで8本目までキュービ化してしまった。4代目に会ったんだ。どういうことです。4代目はすでに式封刃はまだ謎の多い封印術だ。樹脂の中に己の精神エネルギーを閉じ込めていたんだろう。その時4代目が教えてくれたんだ。16年前のキュービ事件は暁の面してるやつがやったって。16年前のあの事件、あいつの仕業だったとはな。そいつはシャリンガンを持っていた。里に恨みを持ち、里を抜けたウチハ一族でキュービを口寄せできるのはマダラぐらいだ。ペインはそいつに利用されてるとも言ってた。サスケが暁に入ったってことは、サスケもそいつに利用されてるだけだってばよ。ジライア様が危惧していた通りだ。その情報は上層部に伝える必要がある。サイ。はい。おかげにはお前が連絡してくれ。はい。ナルト、4代目はお前に何て言った？父親ってのは息子にいろいろ言いたがるもんだろ。俺を信じてるって言ってくれた。よし、ナルト、お前は雷影のところへ。いや、いいですよ先輩。何、先輩の俺の言うことは聞けないっての天蔵。ああ、その名前は今はなしって約束でしょ。まあまあ